ゆい、ちょっといいか？パパ、どうしましたか？ようやくコンソールのある場所を見つけたんだ。本当ですか？これでプレミアのクエストのことが調べられる。一緒。わかりました。早速向かいましょう。到着だ。あれだよ、ユイ。間違いありません。管理者用のコンソールですね。早速アクセスしてみます。私も手伝う。これでプレミアちゃんのクエストのことが何かつかめるかな。今はまだ何もわからない状態だからな。ここでクエストのことがわかれば、この先どうするか考えることもできるかもしれない。クエストログを展開。ユイ、何か分かりそうか？現在このゲームで発生している全クエストログに照合中です。幸いベータテストで数があまり多くないので、なんとか絞り込めそうです。あ、ありました。これがプレミアさんのクエストログです。どうだ、どうなってる？状態は稼働中。クエストは今も動いていると識別されています。ねえ、このログおかしな点があちこちにない？そうですね、強制的にクエストを起動した上に改変されている痕跡があります。強制的に起動？プレミアちゃんのクエストはどこかが変えられているってこと？ログを見る限りはそう考えられます。部分的にはそのままのものもあるけど、これなんかかなり大きく変更されているね。神木に祈りを捧げる。このイベントは変更というより追加？プレミアのクエストにもともとそんなイベントはなかったって。はい、そうです。なぜこのイベントをわざわざ追加したんでしょう。確かにあのイベントって発生も唐突だったし、よくわからなかったよね。ねえねえ、プレミアのクエストを書き換えてるモジュールを発見したよ。このモジュールは少しおかしいですね。オリジン用にビルドされたものではないようです。ビルドって？プログラムを実行可能の状態に変換することだよ。つまりユイが言ったのは、モジュールがこのゲームのために作られたものではないってことになる。このゲームのためではないモジュール。このモジュールは外部へデータの送受信を行っている痕跡があります。送信先は無数のアミスフィアです。無数のアミスフィア？ねえ、それってもしかしてセブンちゃんが言ってた？ああ、アミスフィアに発生している謎の処理落ち。カーディナルシステムを利用したソフトがインストールされているアミスフィアにアクセスしているようです。カーディナル、 SAO や ALO、 そしてこのゲームにも使われている機関プログラムだな。でも一体何のためにアミスフィアにデータを送っているんだ？そこまでは分かりませんが、おそらくは巨大な計算を分散して行っているのだと思います。分散コンピューティングか。待っていてください。このモジュールが一体何なのか調べます。よーし、それじゃあ私はこのセクトから調べるね。開発中だったプレミアのクエストを強制起動、そしてその内容を改変、さらには無数のアミスフィアを利用して巨大な計算を行っている。このモジュールは何を目的に作られたものなんだ？そんな、この…どうしたんだ、ユイ？これは、アインクラッド崩壊シミュレーションモジュールです。
崩壊シミュレーションモジュール。ご存知の通り、このゲームのサーバーは SAO のものをコピーしたものです。そして SAO はゲーム終了と同時にその舞台であるアインクラッドを崩壊させる処理が組み込まれています。このモジュールはその崩壊をテストするためのシミュレーションプログラムです。それがこのゲームにもコピーされか、オリジンは新しいゲームとして作成されていますが、根幹であるシステムの多くは SAO のものを使っています。どれだけ見た目や内容を変えたとしても DNA は SAO と同じといえば分かりやすいでしょうか。このゲームを SAO と誤認し、モジュールが独自稼働しているようなんです。もしこのモジュールが最後まで処理を実行してしまったら、大地は崩壊し、フィールドが消失。そんなことになればこのゲームはもう続けられなくなるぞ。どうする？意図しないプログラムが動いているのなら運営に知らせた方がいい気がするけど。普通ならそれで問題ない。でもこのゲームはセブンから聞いた通り、フルダイブ技術の発展のために作られたものだ。そこに集められたスタッフがこんな問題を引き起こすモジュールを見過ごしていたとは思えない。じゃあモジュールが残ってしまったのって、おそらくカーディナルというブラックボックスによってその存在に気づくことすらできなかったんだ。そしてそれが意味するところは、スタッフによる修正が不可能ということですね。ああ、修復ができないならオリジンは確実に稼働を停止せざるを得なくなる。でも待って、モジュールってアインクラッドを崩壊させるものなんだよね。だけどこの世界にはアインクラッドなんて存在しないよ。確かにあの城はこのオリジンにはない。となればいくらモジュールが崩壊のシミュレーションを行おうにもでき、アインクラッドが存在しないからシミュレーションは行われない。本当に実際にモジュールは稼働してプレミアのクエストを書き換えている。二人の女神、六つの聖石というキーアイテム、改変により追加された神木への祈り、これによく似た話を俺は知っている。そうか、そういうことか。どうしたの？逆だ、逆に考えるんだ。逆？崩壊シミュレーションモジュールは俺たちがかつて100層まで戦い抜いたあの城、浮遊城アインクラッドを作ろうとしているんだ。アインクラッド？でもこれは崩壊モジュールなんだよね。ああ、アインクラッド崩壊シミュレーションモジュールはその名の通り、アイン…でもこのオリジンの舞台はアイングラウンド、浮遊城ではなく地上が舞台だ。だからこのモジュールはまずこの世界にアインクラッドを作ることから始めてるんだ。作り上げた後自ら崩壊させるために。そんなだけどアインクラッドを作るのとプレミアちゃんのクエストに何の関係が？モジュールはプレミアのクエストを利用して再現しようとしているんだ。あのアインクラッド創生の伝説、大地切断を。さっきユイはプレミアたちのクエストがところどころ改変されているって言ってただろ。はい。それやプレミアのクエストを大地切断の設定に似せるために都合よく改変していたんだよ。そして俺たちは知らず知らずのうちにモジュールがねじ曲げたクエストを進めてしまっていたんだ。つまりプレミアちゃんのクエストを進めると大地切断が起きてアインクラッドが創生される。そしてアインクラッドが創生されると先に待つのはこの崩壊。プレミアやこのゲームの NPC たちは崩壊とともにその存在が消えてしまう。それどころかこの仮想現実という技術自体が存続できなくなるかもしれない。彼女のクエストは絶対に進めるわけにはいかなくなった。
プレミアちゃんのクエストを進めるとアインクラッドが創生され、世界は崩壊するか。まさか大地切断を引き起こすプロセスを踏まされていたとはね。しかもこのゲームでは NPC の人たちが命を落とすと二度と復帰することがないんだよね。私たちプレイヤーはともかく、この世界に住むキャラクターたちにとっては大問題ね。プレミアちゃんにとってもだよね。ですが、クエストはたくさんあるのに、なぜプレミアちゃんのクエストが書き換えられたのでしょう。それは元々のプレミアのクエストが大地切断の設定に酷似していたからだろうな。大地切断。 SAO の舞台となった浮遊城アインクラッド、その100からなる階層は元々は広大な大地だった。しかし二人の巫女が聖大樹と呼ばれる二本の巨木に命を捧げ願うことで大地は浮かび上がり、アイモジュールは SAO に存在した大地切断の伝説をプレミアのクエストを利用して再現しようとしているんだ。大地切断には二人の巫女と六つの秘剣というキーアイテムが登場する。一方プレミアのクエストには二人の女神と六つの聖石。モジュールは大地切断のプロセスによく似ている。プレミアのクエストに目をつけ、強制的に起動、イベントの改変や追加をしてプレイヤーである俺たちに大地切断を起こさせようとしていたんだ。なるほどな。そのモジュールを止めることってできないのかな。残念だけどコンソールからはモジュールを停止させることができなかった。セブンにもこの話を伝えたけど、やっぱり運営には知らせない方がいいだろうってことだったよ。研究のために作られたこの世界で手のつけられない事態が起きたとなると、このゲームにとどまらず仮想現実そのものの未来がなくなってしまう可能性があるんだ。そんな。今はモジュールの思い通りにならないよう、クエストの攻略を止めるくらいしか対応する術はない。クエストログはプレミアが望む場所へ連れていくという状態だから。しかしその独自稼働モジュールってのは何とも回りくどいやり方をするもんだな。いくらプログラムといえども、全てを好き勝手に書き換えられるものではありません。しかしプレイヤーが導いた結果であれば話は別です。地形を変化させ、それこそ世界を崩壊させることも可能となります。 SAO で100層をクリアしたらアインクラッドが崩れ出したのも同じだから、モジュールはわざわざプレミアのクエストを改変して俺たちプレイヤーに攻略させていたんだな。でも不幸中の幸いだよ。改変されたクエストが開発中のやつで、もし普通に動いているクエストだったら誰か他の人があっさりクリアしていたかもしれないもん。プレミアさんの NPC 設定が未設定だったおかげで誰もクエストを進められませんでしたからね。今はじっとしているしかないね。クエストを進めてあげられないのは辛いけど。そうだな。ねえ、そういえば一つ気になることがあるの。気になること。大地切断というのは聖大樹に仕える二人の巫女が祈りを捧げることで起きるんだよね。それが今回は二人の女神が巫女の代役として祈りを捧げることになっていると思うんだけど、二人の女神って結局誰なんだろう。確かに今は大地切断を引き起こすキーマンが誰なのか分かっていないままだな。女神がこの後登場するのか、それともやっぱりプレミアが。あ、ちょうどプレミアちゃんが来たみたい。ごきげんよう。いや、プレミア。ちょっとプレミアちゃんの頭の上。クエストマーク。なんでクエストが進行しているんだ。
私何もしてないのに。ねえ、クエストのログはどうなってる？今見てみるよ。やっぱりクエストが進行していて、次の目標地点が表示されている。どうする？ひとまずログに出ている場所に向かってみるよ。どうかしましたか？プレミア、ついてきてほしいところがあるんだ。問題ありません。どこへでもついていきます。クリアするわけにはいかないプレミアのクエスト、それが勝手に進行を始めた。一体このクエストで何が起きているんだ？